ゲームをする前に、このゲームはクリアまでに300時間遊べますなんて言われたら多分引きます。何のゲームを買おうかと吟味している時、それがいかに面白そうであったとしても必要以上に時間がかかりそうであれば見送ることもあります。実際そのゲームが面白いものだったとしても、その時間で何ができるのかなんて考え出すととても億劫ですね。ゲームは確かに何百時間とプレイしていることがあります。スマブラだって何百時間何千時間とプレイされている方もたくさんおられます。申し訳ない。でもゲームに時間を費やすのは面白かった結果としてそうあるべき。プレイ時間は特にプレイ前の感覚からはむしろコストだとして考えるべきでしょう。現在はあらゆるものとの競争になっています。時間の奪い合いです。ずっと暇を持て余すなんてことがあったとしても、一昔前とは全く感覚が異なっています。やれることはいつでもある。その中で何を選ぶのかがポイントになっています。ゲームの達成には何百時間もかかるということは、他のいろんなことができる時間との天秤になるということを考えた方がいいですね。多くの人はスマホやタブレットなど SNS なりネットなりを見て過ごすことが多いのではないかなと思いますね。これは多彩な上に、見始める障壁が少ないから。ゲームは始めるまでの障壁や思い切りが比較的大きいですから、それを上回る魅力がないと難しいです。みんなそうだけど、やりたいことだけやっていたい、プレイ時間は後からついてくるものだと思い、楽しいところもしくはそれを補強するところだけ提供していきたいですね。それとは別に、作り手としてはゲーム内でプレイヤーが操作して遊んでる時間というのは意識しています。できればちゃんと操作を預けている時間が長い方が良いですからね。プレイヤーが遊んでくれる時間はコストであり、いただく時間を意識することは考えた方が良いと思います。